23時過ぎとかになっちゃうからめっちゃ遅くて、まあもうでね、だから集合も最終号も遅くて、なので、まあいつも通りぐらいの時間にやればいいかと思って、ちょっとね、本当は早くやろうかなと思ったんですけど、夕方ぐらいに。まあでも、なんなんだったら夜の方が、みんな時間的にいいかなと思って、じゃあ夜にやろうと思って、いつも通りの時間ぐらいに配信してみました。なんか、レンズ汚れてんのかね、なんか白いもやかかってますけど、もう気にしない。いやー、マジ今日もめっちゃ暑かったね。なんかもう照り返しが暑すぎて、なんかすごいやばかった。ペペンみたいな感じだったし、なんかマジで本当に今朝から本当7時前ぐらい早朝にさ、思いっきりさ膝をぶつけて、メールにも書いたんだけどさ、めっちゃ膝痛くて今本当終わった。なんか戸があるじゃないですか、戸の角だったらまだいいんですけど、戸じゃなくて、戸がある枠組みの方あるじゃないですか。戸がある枠組みの方、もう壁にくっついてる方に思いっきり膝をぶつけまして、てかぶつけたっていうか、ぶつけに行ったというか、足上げた瞬間パーンってめっちゃいい音鳴って、しかもその戸のこの角、この鋭利な角に思いっきり膝をぶつけまして、もう朝から「いったー！」みたいな。いや、皿は割れなかったんですけど、マジで痛すぎて、いや本当にきつかった、マジで痛すぎて、もう久しぶりになんかマジ痛すぎて悶絶、なんか「うわー！」とかもない、もう痛すぎて言葉にならないみたいな。もうさ、ほんでその後さ、膝がさ曲げるのがめちゃくちゃ痛くなっちゃって、え、青タンとかじゃないの、まあ、ちょっと腫れてるんですよ。で、青タンになるかなみたいな感じでも、外から見たらめっちゃでっかい青タンができてるわけじゃないの、外じゃないの、中が痛いんですよ。もう膝を曲げたら痛いし、階段降りる曲げですら痛い、膝がってぐらい痛くて、なんか外から見たら全然普通なんですよ。ちょっとぶつけたなぐらい。でも違う、中が痛くて、なんかいつもぶつけたら壮大な青タンを作ってて、その青タンが痛いってことはよくあったんですけど、別に膝曲げて痛くなることなんてないから、めっちゃ膝痛くて、今日レッスンだったんですけど、朝から膝をね曲げないといけなかったんですけど、マジで痛すぎて、まあ無理くそ 無理やり膝は曲げてやりましたけど、めちゃくちゃ痛い痛い。明日通しリハなんだけど、絶対痛いんだけど、やばい。明日通しリハだけど、全然今日フリーレ終わって、明日1曲通しリハの前に1曲フリーレして、全曲フリーレになったんですけど、とりあえず詰め込むだけ詰め込んだって感じで、全然振りが覚えられてなくてやばいってみんなでいつも言ってます。やばいやばいやばい、マジ膝痛い、膝が痛い。もうほんと朝早く頑張って起きたのに、朝からぶつけるなんて本当にさ、やらかしちゃったなと思って、マジ膝痛いと思って。痛い、お膝が、私の可愛いお膝が、皿は割れんかったけど、バカったわ、めっちゃ痛い、もうびっくりしちゃった朝から、なんてこったでも一応ね、湿布は貼ってます。湿布は貼ってるんだけど、まあ寝たらなるかなとか思ってる。寝たらなったらなるかなとかって思って 放置してますけど。めっちゃ痛い膝。終わった。やばい、久しぶりに膝曲げるのも痛いっていうのが久しぶりすぎて、なんかいつもね、よくぶつけて青タンめっちゃ作るんですけど、そういうのはよくあるんですよ、外傷的に痛いみたいな、じゃなくて中までしっかり痛いってことが久しぶりすぎてさ、なんかこんな中までしっかり痛いってやばいなーとか思いながら笑っとる場合じゃないんですけどね。まあでもここ2、3日見て、
どうしても痛い、まだ痛いってなったら病院行こうかなって思ってます。ちょっと今んとこね、病院、明日は無理なんだよね。明日はね、ちょっと明日はいいかなとかって思ってるから、まあ明日やって、まあ、どうしても痛かったら行こうかなみたいな そんな感じで思ってます。本当にやっちまったぜ。失敗した、朝からボケーとしとったのがね、まあ悪かったんですけど。いやー、まあだって朝だからさ、やっぱりさ、朝だからさ、やっぱりさ、ボケっともしちゃうよね。そう。だって朝だもん。早朝ですから、早朝ですから。早朝ですから、もちろん。怪我だけは本当にって感じ。怪我といえば佐々木朗希選手がさ、お腹の横がさ、肉離れになっちゃってさ、全治2ヶ月っていう大怪我だから、もう今シーズン無理じゃん。2ヶ月だとさ、今から2ヶ月で、8月だとして10月でもう終わっちゃってるからさ、ソフトバンク、あ、間違えた、ソフトバンクじゃね ロッテやばいよね。なんかそこを肉離れするってさ、どういう感覚なんだろうね。足が肉離れってよく聞くんだけど、ここが肉離れってことはさ、手が上がんないってことなのかな。私、ツイッターのトレンドで見たんですよ。そう、なんか佐々木朗希選手となんか肉離れみたいなトレンドしてて、なんだろうと思ったら、そう、朗希選手が、なんか昨日確かにソフトバンク戦の時に、なんか結構こう、なんかこうなってて、で、途中からベンチに戻ってこなくなって、なんか大丈夫かなみたいな感じの、すごい声が寄せられてたんですよ。だから多分それで、やばいってなって病院に行ったのかな。やばいよね、肉離れとかさ、なったことがないんだけどさ、絶対痛いよね。なったことある人いますか？私、肉離れなったことがなくて、まあ、肉離れにぐらいだと、階段降りる膝が痛いぐらいなんてどってことねえなと思って 頑張ってる ねえ、なんかもうやばいんだけど。だからロッテさ、昨日ソフトバンクにサヨナラ勝ちしましたけど、いやー、今日その話ね、ちょうどね、なんかレッスンの1個目のレッスンが終わったらスタジオを移動して違うレッスン場に行ったんだけど、なんかその時にちょうどキアラさんとミッサーがいてね、なんかその話になったのよ。キアラさんはロッテファンだから。いやマジで昨日のサヨナラ勝ちイエーイって言ってたけど、ミスターはソフトバンクをしたからさ、いやー、野球は最後までわからんなと思いましたよ。だって9回の裏2アウトでさ、あんなことがあるんだな思って、マジで。いやー、本当にショックだったわ。いや別にロッテも応援してますけど、ソフトバンクをね、最近は連敗続いてるからすごい応援してるんですけどね、もう本当に朝それがショックすぎてさ なんか昨日ね、すごいね、昨日あーってなっちゃって、それで今日の朝もね、あーってなっちゃってたの。それで、あ、今日は由伸投手だからと思って頑張ってもらおうとかって思って、いやーとかって思ってたら、思いっきり膝を戸の角にぶつけたし、うちは、はあみたいな。もうさ、ほんと朝からさ、ほんともうほんとアホだなと思って、自分 なんか人の心配してるより自分の心配しろっていう話なんですけど、なんかもうほんとアホだなと思いました、自分でもね。びっくりしちゃった、はあとかって落ち込んでてさ、自分でさぶつけた。でもね、今さっき見たらオリックス、とソフトバンクがね、今1点取ってんのよ。今5回のどっかなんですけど、
5回表だってよ。ソフトバンクが3回の表で1点取ってて 誰が取ったんだろう、分かんないけど。だからもうめちゃくちゃね、頑張ってほしい。とりあえず連敗を止めてもろうて。いやー、そう、ロッテね、18連敗ね、知ってる。そうそう、でもそれにはなってほしくない なってほしくないから、マジで本当にやばい、やばいよみんな。でもな、なんか今トレンド見たらさ、源田大丈夫がトレンドにしてさ、源田 選手にさ、肘にさ、ボールが当たったらしいんだけど。痛そう、肘にボールが当たったとか、やばすぎるんだけど。肘にボールが当たったな、書いてる。痛そう、みんな怪我しまくっとるじゃん、やばいよ。もう今ね、メンバーもね、体調をね、すごい崩してたりとかしててね、結構やばいから、マジで本当に もう本当に気を引き締めて、もうゆりなちゃんは夏バテとか気にせずに、もうご飯食べてる、いっぱい食べて元気で。もうね、7月のね、8月に入るまでに、まあ、もしコロナになったりとかしたとしても、一応さ、コンサートに間に合う。でも8月になって、もしそのもらったらコンサート出れないんですよ。だからもう絶対、もう気を引き締めて、とりあえず気を引き締めて、ばい菌なんて跳ねのけちゃうぜっていうパワーで、もうふーんってやって今頑張ってます。だから本当に痩せろよデブっていう今感じなんだけど、でも本当になんかちょっと今それがマジで怖くて、しっかり食べてますね。なんか一番さ、ここ数年の夏で一番食欲がある夏かもしれない。いつもね、なんか夏は結構夏バテしちゃって、割と私ちょっとほっそりするんですよ、お顔とか。私結構顔がね、もうアンパンマンみたいな顔してるんですけど、結構ねシュッとするんですけど、今年の夏は1ミリもシュッとしてなくて、マジ本当デブなんだけど、なんかでもここね、なんか確かに自分前コロナもらった時も、なんかちょっと痩せようと思って頑張って、その食をね、頑張ってた時にね、コロナもらったからさ、だから今それをやると、多分今それをやると絶対もらうと思ったから、もう今一生懸命、今日はなのでお昼ご飯はそうめんを食べました またそうめんかよって話なんですけど、なんか最近もうほんと夏は暑すぎて、なんかうどんとかそうめんとか冷たいラーメンとか、つるっとしたものじゃないと食べれなくて、やっぱりどうしても米っていかなくて、どうしてもやっぱり今日も朝からレッスンずっとやってきたわけじゃないですか。だからさ、とりあえず炭水化物さえ腹に入れとけばなんとかなるっていう感じの、体力もいい感じってなるから、なんかとりあえずつるっといけるものいっぱい食べました。めちゃくちゃ食べました。そうだから本当にマジでデブだけど、まあもういいやって思ってます。もうデブチンだけど、もう気にしないの。今はそれどころじゃないから。今5回の裏だってよ。オリックスの攻撃ですね。3回だって誰が打ったんですかね。いや、オリックスも応援してますけど、ソフトバンクも応援してます。一般応援してるの、私。そう。オリックスとソフトバンクが今日戦ってて。どっちも応援してます。オリックスも大好きだけど、でも今とりあえずソフトバンクに連敗を止めてもらいたいので、今日の試合はソフトバンクを応援してます。まあ、いろんなとこが大好きです、私は。普通になんか野球が面白くてとっても好きで見てます。カウンズのイベント会に買ったオリーブそうめん美味しかった。え、美味しいでしょ。なんかうちが前紹介したことあると思うんだけど、めっちゃ美味しかったって。あれとは違うかもしれないけど、でもマジで美味しいよね。
そばか冷やし中華が食べれる。わかる。冷やし中華も美味しいよな。やっぱ麺が最高ですよね。すごいわかる。めっちゃ目かゆい。でも由伸投手やばい、もう出て、来シーズン由伸投手はね、ないっぽいからさ、なんかほんとマジメジャー行く説濃厚っていうか、だいぶ強くなってきてる説出ちゃってるからさ、今シーズン終わりで終わってしまうかもしれない説が濃厚すぎ、やばい、マジで見に行きたいんだけど、もう見に行ける余裕がないの。なんか今予定見てたんだけどさ、観戦行けんかなと思って、なんか全部微妙、全部無理、なんか地味に仕事みたいな。え、メジャー行くんじゃない？知らないけど、説濃厚ってめっちゃ最近いっぱい出てくる、由伸選手のあれ見てると行くんじゃねえみたいな。なんかなんだっけな、なんか YouTube かなんかで見たけど、誰かと喋ってる時に、なんかオールスターゲームの時、なんかでもネットだから分かんないけど、なんか何喋ってるか音声はなかったね、口の混じった時に、なんかめっちゃ話題になってたんが、なんか来年もある？みたいなやったら、いや来年はないっすみたいな感じのことを言ってたみたいな動画が上がってってね。それで、ああみたいな。由伸投手は応援してますけど、別に応援はしてますけど、推しではないです。いや応援はしてますよ、大好きです、だけど推しではないです。違う選手を応援してます、オリックスは。あ、ツイッターで見た？ね、回ってるよね、結構。だからさ、結構濃厚ってめっちゃ出てて、そうなの、すごい話題になってるんですよね。めちゃくちゃその説濃厚みたいな。いや、嬉しいんだけどさ、いや、言っても応援してますけど、はぁ、寂しいな。生で見たかった、1回ぐらいは。素晴らしい投球を。そうですね、でも応援してる選手いっぱいいるからさ、いっぱいいるんですよ。そうなんです。みんなメジャー行くの、でもやっぱ憧れてるでしょ。憧れて、だってさ、それは大きい舞台に出たくない？それで自分の力がどれぐらい通用するかって試したくない？どう？みんな的にもし自分がって思ったらさ、どう？自分だったら一回はチャレンジしてみたいなとは思うかもね。いけるのであれば、やっぱり。やっぱりね、やっぱりちょっと広い世界見てみたいなって思うし。思うけどな。まあ人それぞれだと思うけどね、そこに関してはね。もし自分だったらね、まあでも日本でプレーしてる姿を見たいなっていう気持ちも、それはもう山のようにありますよ、もちろん。だって生で見たことないんだもん、一回も。いや、めっちゃさ行きたいんだけど、なんかさ、それこそ今日さ、キアラさんともさ、マジで行きましょうねって言ってたんだけどさ、全然行けないのよ。なんか ZOZO で試合がなんかあんまなくて、でなんか行けるタイミング、みたいなのなんか見てたんよ、私も。けどマジで無理で、マジで無理なの。なんかね、当分ないんだよ、この8月に入ってからだと。8月の6が終わってからだとさ、このさ、8、9、10、違うな、8、9、10、11、12、13、ここがちょうどオリックスと西武とが戦ってるんですよね。だけど、なんかめっちゃ微妙な、違う、何があれかって、遠いのよ、千葉が、ZOZO が遠いの、なんか。めっちゃ遠いのよ、マジで。めちゃくちゃ遠いの。だから、例えば、延長になった場合、マジでほんと電車ワンチャンやばいみたいな。
とかなったりとか、次の日の仕事的に厳しいのよ。なんかね、いい感じに2日連チャンでこの日にあれば、この次の日が別に遅くなっても次の日が休みとかなるじゃん。だけどなんかね、もういい感じに、なんかその期間の時になんか波動があるじゃん。波動が、そう、波動があるんですよ、波動がね。だからなんか、ね、その辺で行けたらいいなと思ったんですけど、波動があるから きつい。波動の前の日もきついし、ちょっとね、きついのよ、とりあえず。めちゃくちゃちょっとね、いや、ちょっとね、あのね、点点って仕事が入りすぎて、あのね、いや、無理すればいけるんだけど、ちょっと微妙。スケジュール、その集合時間次第みたいな感じ。いや、ロッテも好きですよ。ロッテも応援してます。ロッテも応援してます。本当にだからちょっといけないの、マジで本当にすいませんって感じ。次の日がなんか試合見れたとしても、次の日が仕事とか、そんなんばっかりすぎて。いや、早く行けよって思ってるでしょ、みんな。いいタイミングがないんですよ。で、ちょうど今までもね、空いてる、休みだと思って見るじゃん。試合がなかったりとか、そもそも近くでやってないとかね、そんなばっかなんですよ。だからちょっと無理です。もう行きたいのに、早く終わっちゃうんだけど。ちょっとマジで悲しい。え、でもセ・リーグも応援してますよ、私。セ・リーグき、それこそ昨日だっけ、私会議室で話してた時は結構セ・リーグの話してましたよね。セ・リーグは誰がを誰どこを押してますかみたいな話になってて、私はヤクルトと巨人を応援してますって言って、あと源田選手が好きですって言ってたんだよ。そうなの。あ、中日はドアラ大好きですよ。 あ、ドアラ体調不良なんだよね、今。なんか見た、ネットニュース。ドアラかな、あ、そう、ドアラがなんか体調不良になっちゃって、なんか来れないみたいな、そうってなってて、ショックなんだけど。ドアラ大好き。ドアラとつば九郎の絡みがマジでめちゃくちゃ好きですね。そう、特定の球団のここってなんか絞ってないんです。私は香川県出身だから、特になんかここ、例えばね、そのさ、球団、例えば広島だったらカープみたいなさ、こうないのよ、それが。なんかこれだったらここみたいなのがなくて、そう、ないの。なんかそこの、そのなんかとか、例えば親の影響でここの球団を推してますとかってよくあるじゃないですか。ちっちゃい頃から親がここの球団が好きで、いつもなんか連れて行かれてて、でここの球団がもうずっと好きです、応援してますみたいなのもないから、私は。そう、ないの。だから本当になんかそういうのが特になくて、そう、なくてって感じかな。そうなの、あんまりなくて。だからこう、なんだろうな、そうなんですよね、だからって感じ。そうなの、だからね、そうなんです。だからこう、結構いろんなところって感じ。ああ、阪神ね、そうなんや、わかんないっすね。そう、あんまりね、だからそういうのがなくて、ていうかちっちゃい頃から別に野球の環境で育ってないので。いや、好きな選手を、選手が、どうのこうの、なんか私は WBC からだから、結構それ派生でいろんなチームのチーム、いろんな球団の方を見てるって感じかな。そう、あんまりね、その私のお父さんは別に野球あんまり興味なかった。野球よりサッカーとかボクシングとかが好きな人なので、全然、全然なんですよね。強いて言うならば、ママのお父さんが巨人ファンで、ちっちゃい頃ママはよく巨人を見てたらしいんですけど、でもそれぐらいって感じ。
そうだから私はなんか、特にここっていうのはない。高校野球はあんまり見ないかも。だからもうあんまり私スポーツあんまり興味なくて、本当に本当に申し訳ないんですけど、本当にスポーツあんまりなんか自分ができないっていうか、自分があんまりそういう環境下になかったせいか、なんかこうあんまり本当にしなくて、だからこうそうなのなんか自分が高校生の時になんかその練習するじゃないですかみたい なんかそれぐらいが小学生の時にソフト見てたりとか、あとはなんか小学生の時にこうたまにテレビつけれるやつで野球の試合見てたりとか、なんかそれぐらいでしたかね本当に。だから小学生の時は結構野球見てたんですけど、中高は全然でしたね。中高は高校はほんまにその甲子園シーズンのみぐらい。でも大人だからそうなんですよ、残念ながらね。そうなんです。だからやる専門ではなく見る専門ですね、どっちかっていうと。弟は影響してないですね、全然。こっちじゃなかったな。なんかあまり本当にスポーツに関して興味関心がなかったのかな。なんか私スポーツは本当自分ができなかったから、正直なんかあんまりあんまりいい思い出がなかったなって感じかな。自分ができなかったから。そうだけど久しぶりも本当何年ぶりぐらいになんかそう久しぶりになんか他人に影響を及ぼされたと言いますかマジで。久しぶりに誰なんかからそうなんか頑張ろうとかってちょっと頑張ろうとかなんかこの勇気と元気をなんかよく私のファンの人とかそのなんか元気もらいましたとか勇気もらいましたとかなんかモチベですとか言っていただけるんですけど言っていただけるんですよね、ありがたいことに。まあそうやって言ってくださる少ないファンの方もいらっしゃるんですよ。でもなんか自分があんまりそういうことに遭遇したことが本当に少なかったんですよ、この生きてきてね。モチベとかその影響を及ぼよくさ芸能人とか影響を及ぼされた人物とかさあるじゃないですか。だからもう本当にそう WBC がそれだったんですよ。めっちゃ元気をもらってで野球にハマったそうなんか今までの人生の中で、まあ、そんな、ま、日々そのねそこまでその影響を及ぼされる人に会うのは少ないんですけど少ないんですけどその人生で何の目かの影響を勇気と元気をもらえた瞬間だったですね。だからそれがすごい自分の中ではとっても嬉しくてというかなんか本当におっって思って、そうお今6回だってよ、6回の表だってソフトバンク、いやー頑張ったし、でももう最後まで気を抜かずに、マジで昨日みたいなことあるから、いやー2日連続でさよなら負けしたのは悔しいな。いや別にロッテも応援してるから、いや嬉しいのよ、さよなら勝ちして、いや嬉しいなと思ったけど、いやちょっと悔しいなと思った。だからこうどこも応援してるとこういうことが起こるから本当にめんどくさいよね、こういうね、本当に絞れって言われるんですけど、でもなんかあーみたいなね本当に嫌になっちゃうね。でも基本的に後で全体のやつは全部後でニュース見て、あここが勝ったんだなみたいなの。 WBC を見るきっかけはね、
なんだろう、なんか普通に パッとつけて見てたらめちゃくちゃ面白くて、そうなの。なんか一番最初の試合って中国だったかな、は見てなくて、その次の試合から見出したんだけど、なんか普通、なんでだろう、なんか普通にテレビでつけ、なんかニュースでやってて、で普通にさ、この試合を見たの、その次の試合、どこだっけ、韓国だったっけな、見たのね。それでなんかめっちゃ面白いと思って、そっからちゃんと全部見ました。リアタイでね、しっかり全部見ましたね。ちゃんとマイアミも早起きして、私絶対普段いか、その基本その時期って夜更かしをしてた時期だったから、早起きなんて絶対しないんだけど、なんか頑張って早起きしてみたよね、本当に。しかも仕事がさ、なかったからさ、全然見れたんだよ。全然見れたんだよ。そうなの、よかった、嬉しかったよ。でもみんななんかね、それが終わってからなんか完全燃焼みたいな、怪我しちゃったりとか、いろいろあったりとかしたけど、でもこうやって頑張ってくれて嬉しいな。そう、あ、こっちは仕事中でテンテンの通知ガンガンだって。 いや、そうなんだよ、めちゃくちゃ嬉しくてね、いっぱいだな、ゴーゴーでね、キャーってやってたの。 そうね、そうなんですよ。だからさ、あ、そう、村上選手が最近調子すごく戻ってきて、とっても嬉しい。ヤクルトも村上選手応援してるので、私はとっても。なんか、ついこの間、その不調のこと、なんか喋ってたじゃないですか、テレビからなんかのやつでね。でもなんかすごい23歳なのに、本当にすごく高校卒業してさ、プロ入ってさ、すごい努力しててさ、なんか多分その WBC でいろんなことを吸収しようとしすぎて、いろんなものに手を出しすぎて、今までのものがちょっと崩れちゃって、で調子崩しちゃったから、今までの自分の元のやつに戻してますって言ってたね、そういえば村上選手が。そう、なんかいろんな、その大谷選手や WBC 選手、なんかいろんな人にいろんなものを聞いて取り入れようとした結果、ちょっとやっぱり、あ、でも合わない、人に合う合わないってあると思うか、合わなかったんだろうね。だし、なんかすごい、なんか若いのに、なんか、まあ、その前まではなんか自分が勝って引っ張っていくぜみたいな感じで気持ちでやってたんだけど、みたいな、 WBC で周りがすごい人たちがいっぱいいて、なんかその周りのすごい人たちが引っ張っていってくれて、でも村上選手ちょっと不調だったじゃないですか、で引っ張っていってくれて、で自分もいい結果が出せたみたいな、なんかそれをこのシーズンが始まった時に引きずっちゃってみたいな、それを今までその WBC の期間はみんなが引っ張ってくれた自分を、だけどそのシーズン戻ってきた時に、それをそのまんまその気持ちで行っちゃったから、なんか自分が前みたいにもっと自分が引っ張っていくぞっていう気持ちでやらないとダメだったのかなみたいなことを言っててね、もう私は涙が出てしまった、本当に。なんかこんなに若いのにすごくチームを自分が引っ張っていこうとかさ、なんかそうやってさ、まだ23歳だよ、若いじゃん、なのにさ、そうやって考えてさ、チームでさ、そうやってさ、やってさ、いっぱい叩かれてたし、不調になってさ、もう本当にさ、もう本当に親心、マジで本当に親心、もう涙出ちゃったって、それ見て、はぁと思って。ねえ、本当に頑張ってください。中日の高橋選手も由伸選手2人とる、え、なんかめっちゃ投げるフォームかな、投げるフォームがめちゃくちゃ由伸選手に寄せててみたいな、でもなんかそれめっちゃ止められたみたいな、なんかそう、なんかコーチ陣がなんか止められた。
られたっていうのを見ましたよ、記事かなんかのやつで回ってきたやつかなって見ましたよ。大だって憧れてますもん、大好きですもんね、高橋選手、由伸選手のこと。すごい一緒にいましたもんね、ずっとあの期間ね。そういえばユリアの日は優しいって感じ。そうだよ優しい子になってほしいなっていうので、あの優しいっていう字をねつけてくれたんです、うちの親がん いい名前でそう。でも野球選手に優ってついてる人めっちゃ多いね。なんか優とか翔ってついてる人がめっちゃ多いイメージ。いや勝手な独断と偏見ですけど、そうなんかねパッと見ね、なんか優とか翔とか多いなーってめっちゃ思ってる。うん、なんかめちゃくちゃ多いよね。なんかわかんない勝手にパッと見ねめちゃくちゃ多いイメージがあんの自分の中でね。ゆう、うん、そうか、しょうとかめっちゃ勝手なイメージだけど、すごいそういうなんか自分がその野球選手を覚えようと思った時に下の名前で似たり寄ったりすぎてすごい覚えられない。そう、でも苗字で結構覚えてるんですけど、苗字だとねその他チームにも同じ苗字の方いっぱいいらっしゃるじゃないですか、とっても難しい。あとね何が大変かってね、巨人はね背番号しか書いてないから後ろ姿だけ見るとマジで誰が誰か本当にわからない、背番号が覚えられないから私は。マジで誰後ろ向かれると本当にわからないよね。なんか全部が全部覚えてるわけじゃないから人の背番号を、そうだから本当にわからない誰ってなっちゃう後ろ姿。わかる選手はわかるんだけど、わからない選手は本当にわからない、誰ってなっちゃう。シンプルでかっこいいっちゃかっこいいんですけどね。いやもう一生懸命ね覚えてますよ、一生懸命。そういや誰ってなっちゃう。いやシンプルでいいんですよ、いいんです、かっこいいと思います、思いますけど覚えられないよね。後ろ姿マジで誰かわからん、遠くから見るときとかマジ誰ってなっちゃう。なんか背番号覚えてたらさあってなるじゃん、後ろ姿だからさ、会社だとね。まあそんな感じで終了にしよう、私はもう家を出ないといけないんだ。こんなねくっちゃべってるんですけど実はもう家を出ます。マジこんなに喋っとるんですけど家を出ます。双眼鏡買ってますよ、私持ってます双眼鏡、結構見えますよ。そうじゃあランキング読んじゃうよ。13キッコさん、12ホホさん、11マニャンさん、10YKさん、9シンドさん、8ヤンさん、7オカヤさん、6サンマサさん、5ゼリーさん、4チカイシーさん、サイナッティさん、ニューロボさん、そして今日の1はカズさんです。というわけで、いやーゆりなちゃんは今日朝ね本当に膝をぶつけてしまい心配してくれてみんなありがとう。今んとこめちゃ痛いですけど明日には良くなることを信じて良くなることを信じて、なぎのね卒業公演に私出演させていただくんですよ、発表になったと思うんですけども、
そう、出演させていただきますので、それのね今日はレッスンがこのあとあるんですよ。だからこのあと頑張ってねやっていきたいと思います。ちょっと帰ってきてからだとめちゃくちゃ時間遅くて、もう23時過ぎとかに帰ってくるので、ちょっとそれでショールームやるのは危ないじゃないですか。危ないじゃないですか、怖いじゃん、24時近いとね。だからちょっとこの時間にね、家出る直前にやらせていただきました。というわけでね、皆さんもうちょっとでナギの卒業公演近いですけども、一生懸命盛り上げていきましょう。あと波動もね、私出るんですよ、8月6に出るので、8月6、よかったら皆さんぜひチケット応援しに来てください。久しぶりの波動なんで。でも私前回の波動のファイナルめっちゃいい仕事できたので、マジであの本当に頑張る、ちょっと頑張るよ、ゆりなも。ちょっと野球してる人たち見てすごい頑張ろうってとっても思えるから、マジ久しぶりの波動で、久しぶりの波動でちょっとマジで本当にわかんないけど、マジでわかんないけど、どういい成績が前回みたいに残せるか残せないかわかんないですけど、どっちにしても応援してください応援の声をいただけたら嬉しいと思います。あ、6じゃない、間違えた、9でした。6は間違えた。あ、6と9が似てるんだよ。6はあのコンサートです。9です。9日に出るんでね、よかったら皆さん応援しに来てください。ボールください、エナジーください、よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあもう私は行きますんで、みんな今日も見てくれてありがとう。ちょっと2日連続で野球の話しちゃったからさ、申し訳ないな、野球好きじゃない人からしたらとっても申し訳ない気分だなって思いながら、今6回の裏ですね、オリックスの攻撃です。頑張ります。やばい、ゆりなのレッスンが終わる頃には今日のソフトバンクのとオリックスの試合の結果がきっと出てるんですよ。多分ね、ちょうど終わる時間帯の頃、私ゴリゴリレッスンやってるから結果見れないから、とりあえず勝ちますように、連敗止まりますように、あー本当それだけを願ってます。じゃあ本当にあのまたあーとか思いながらぶつけないように気をつけたいと思います。じゃあみんな見てくれてありがとう、行ってきます、バイバーイ。